今日も大会ヒーローにジャスティスターです。お願いします。本日の寝起きトライアスロン対決。はい、ということで皆さん、はい、まずただいまの時刻が、はい、深夜の12時9分でございます。もう寝よう、もう寝ようぜ。いや、もう寝ようぜっていうのは俺のセリフで、俺に関してはもうガチでパジャマ着て寝ようとしてたんですよ。そうだね。で、ヨシ君と明日の動画どうしようね、撮影内容決めるときにちょっとふと俺が昼、今日編集合宿っていうか編集を覚えるために泊まりに来てる。そうだよ、事務所に。そうだね、珍しく、うん、え、じゃあなんか寝起きでできない、なんかやっちゃおうぜっていう感じで今もう動画を回しております。はい、いやー、こういうノリが一番怖いからね。怖いよ、怖いよ。これが深夜テンションで、うん、ということで、まあ早速ルールを説明するんですけど、トライアスロンということで、はい、あなた3人は今からまず4時まで寝ちゃダメです。はい、寝ちゃダメってもうある意味それが種目みたいな感じで、そうです、もう始まってます、うん、寝るが種目、今から対決始まってます。で、寝てくれた後その9時から牛丼を食べてください。もういらない。無理無理無理だ。もう無理や。次、マラソンなんですけど、事務所から1キロ離れた場所に、僕が待っているので、まずそこまで走ってきてもらいます。はい、1キロ。はい、で、その時に待ち構えてる僕とじゃんけんをしてもらうんですけど、ただじゃんけんをするだけじゃなくてですね、その牛丼をその1個食べるごとに、グーチョキパーの3個のどれかを1個自分で選んでボードに書いて手に入れることができる。なるほど。それか牛丼もその2個食って、うん、グーとチョキ手に入れた状態で俺にじゃんけん挑んでる。なるほど。牛丼の個数が手札になるってことですか。そうです。けど朝牛丼がそんな食えれるのかというその心理戦っていうか、なるほどね。度胸もあるけど最後頭の良さもなんか運もあるっていう。なるほど。でじゃんけんに負けたらまたその1キロまた往復で帰ってきて食うか食わないか選択する、うん、食って増やすか、あえて増やさないで俺をちょっと騙しに行くか、心理戦だね、そこね。バカだけどね、あえて増やすね。そう、戻ってきただけじゃん。そうそうね、知らないです、食えない時もあるから。そうですね、っていう感じで、果たしてトライアスロン誰が勝利するのでしょうか。はい、早速やっていきたいと思います。いきますよ、それでは、レッツゴー。はい、ということで、おはようございます。現在の時刻が、はい、7時4分ということで、まあちょっと今からバカかっこよくなっていきたいと思います。それではイケメンでどうぞ。はい、ということで準備ができました。今現在7時半なので、まあちょっと、レースの開始まで時間があるので、僕は司会者として牛丼買いに行ったり、機材を準備したり撮影準備していきたいと思います。ということで、果たして誰が優勝するのか、ぜひ視聴者の皆さんも予想しながら楽しんでください。それではもう早速9時の場面へどうぞ。ちょっと今時間が7時半なんですけど、寝てるプレイヤー3人のコンディションというか睡眠ちょっと覗いてみたいと思います。それでは第1回寝起きトライアスロン、よーいスタート。さあ始まりました。誰が一番最初、おっと、コウキさんでございます。コウキさん、コウキさん、行くならもう今見てください、一緒に見てください。コウキさん、ゴーキ行きました。パパパパーン、パパパパーン、パパパパ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 ン、トゥー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 、レースは開始しております。おお、いや、早い、いや、よしか、おい、よしか、あいつは早っ。さあ、レース始まっております。もう早い、みんな意外にもみんな早いね。もう食べていいですよ、もう大丈夫です、いただきます。はい、どうぞ。よしくんが全然食ってないですが、
実際どうなん、俺7時ぐらいからさ起きてるからあれなんだけどさ、2杯全然俺いけるんだよ気持ち的に。え、みんなの気持ち的な。ゼロ。見たくもない。見たくもない。さあ早くもう競技だからここは。気合だよ気合。キユウから玉ねぎが苦手なので抜いております現在。それも結構タイムロスだよ。お前それだいぶタイムロスだ。あ、でもお腹空いてるわ。で、昨日夜だって南国だったでしょ、3年、うん、いいやん、それいいやん。ちょっと腹減ってるかもしんない。もう競技だからこれ、もっとがっついて早く。めっちゃいい匂い。俺だってさ、買ってくる途中車の中で俺この牛丼めっちゃ大量に持ってたじゃん、うん、車内匂い俺マジに死にそうになったんですよ。うまそうすぎて。確かに。そうなんだよ。じゃあ僕そろそろもうあちらに移動してるんで、うん、待ってますね、うん、ダッシュでお願いしますよ。はい。ほら、ほら、ほら、よし、いっぱいの感じや。早っ。これ2杯目いくかどうかやな。2杯目いきます。おぉ、じゃあどっち行く。お前分かってねえな、まだ。じゃあ2杯目のペースの遅さを。マジで波の見たらぐらいもくるかも。いや、同期マジ手札2枚持って分けてほしいわ。そしたらマジもうやんねえよ。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。あれ、これでいこう。うまっ。はい、僕の手札書きました。うん、僕の手札はこちらです。なんだなんだ。いや、いいですよ。はい、行ってまいります。もう1枚持ってけば便利やね、俺。行ってきます。やばい。ダビー持ってきます。はい、せいで頑張るよ。待って、ガチっすね。ちょっと2杯目ってのは失敗だったかもしれない。こっから走りって言われて俺無理よ。無理。おい、ちょっと2杯目の始めなんだけど、じゃ行くわ。あ、オッケーオッケーオッケー。ごめん。いいよいいよ、全然いいよ。はい、僕が選んだのは、はい、これです。はい、もう残り 100m、 いや200m ぐらいのところまで来ました。ガチで、きつすぎる、無理。いつもヨシキって食べるの遅いじゃん、ゴーキも、うん、で、俺って早いから、うん、ヨシキの後に行けばガチで2杯食ったって思う可能性あるよね、うん、あるよ、全然ありますよね、うん、ってことで、行ってきたいと思います。はい、行ってこい。はい、ということで、こちら待ってるサイズでございます。早速ちょっと待っていきましょう。はい、誰が一番最初に来るんでしょうか。もう時間的にはもう競技始まって22分経ってるんで、そろそろだ。ええ、待って、超意外、超意外。マジ頑張った、よしくん。負けたくねえ。まあ、よしくん、まあ俺の予想だけどこんなに早いってこと多分1個しかさすがに持ってないと思ってます。はいはいはい。もう早速最後の、じゃあ行きますよ、よしくん。せーの、最初グーじゃんけんぽい。まだ分からないよ、何何この反応。危ねー、ちょっと聞いてくれ。アイコだった。アイコだった。じゃあもう一回行きますよ。せーの、アイコでしょ。ということで僕チョキで、チョキで。危ねー。いや、うまいね、じゃんけんが。そうね、そろそろこれか。最初グーじゃんけんぽい。ねえ、マジで。もうやだ。ということで、よしくん負け。よしくん。うわ、あいこだけはダメだったんだよな。ということで、よしくん、今からまた帰ってもらって、また牛丼食ってくる。もうチョキっていうのはバレてるから、俺多分最初次チョキ出しやすいから。あ、そっか。そういうのもあるから。まあ、オッケーですけど。はい、頑張ります。という感じで、じゃあまたバイバイ、行ってこい。この待ち構える側、めちゃくちゃ楽しいです。最後じゃんけんすればいいんだ、これ。朝起きでよかった。はい、ということで今走ってます。ヨシキはね、一杯食って先に行って、ゴーキは2杯目食ってるんでまだですけど、一杯目の俺が今ここはだいぶやばいです。ガチきついけど、2杯目ラストいきます。2杯目を完食しました。やばい、俺ですよ、マジで頑張ってる。よし、ということで2杯完食したんで、僕はじゃんけんの手札2個持ちたいと思います。僕は牛丼2杯食ったので、グーとチョキを選択します。よし、これでじゃんけん買ってくるぞ、行ってきます。はい、ということで続いての挑戦者来ました。よし君とすれ違いました。忘れ
れちゃった。何かよしくで話したの？何出したか聞いてない？聞いてないけど、アイコになると遊んでくれって言ってました。俺的には1位で来ると思って。そうけど、よしくんのが早くて。それ何でも知ってる？だから2個食った説もあるよ、俺の中で。あ、ほんでマジ結構いけたわ、2杯。はい、いきますよ、じゃんけん。いきますよ、せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。結構疲れた、走る距離。ゆうくん、どんまいせ。ねえ、待って、もう戻りたくないよ。はい、ゆうくんどうぞ、バイバイ。そう、いやでもこんなんやってる場合じゃない。そうだよ、もうトライ取り行くわ。カーってごめん、バイバイ。はい、ということで、朝から牛丼2杯食って走らされるって、どんな罰ゲームやねん。ああ疲れた。きつい、負けちゃった。無理。はい、ということで、青いやつが見えました。ゴキさん、こちらです。ゴキさん、こちらです。疲れたよ、ガチ疲れた。お疲れ様。結構遠い。マジで思って遠い。え、ゴキ安心して。俺安心してる。だって2人とすれ違いました。まあ、ということで、ゴキ君行きましょう。はい、これお前2個食っててあれだよ、勝ったらウサギとカメ状態、カメ。ということで、じゃあ早速ジャンケンいきますか。はい、はい、最初はグー、ジャンケンブー。嘘やろ、嘘や、ガチしてる。うざすぎる。もう無理よ、ボストは2杯食ってるや。え、言っちゃっていいんだ。いいよ、2杯出してねえし。まあそうね、もう1個分かんないけど。マジうぜー。はい、ということで、ゴーくん走ってきてください。またえ、吉野家で食ってきてない。ダメだよ、そこで食うな。はい、じゃあバイバイ、またよしかー。マジで誰だ。ユウが来ました。これパーパー負け。これ、ゴーキが正解だ。あいつめっちゃいい顔してたな。2杯食いながらは強いわ。え、でも負けてることになるしかないよ。そうね、とりあえずいただきます。ごちそうさまでした。無理。全然すまん、話が。皆さん、これが貴族の遊びってやつですね。皆さん、わかりますか。で、俺の予想、ゴーキ今さっきグー出してきたじゃないですか。ってことは、多分ゴーキ今グーとチョキを持ってるはずなんですよ。ってことは、ゴーキ今帰って戻ってくるとき多分もう一杯食わないと思うんで、俺ずっとグー出し続ければゴーキは実質負ける。3杯目食わない限り負けるという。悪魔の頭の良さが俺の頭の良さによって、あいつは終わりだ。ガチ来たわ。あ、ガチだね、こいつ。ちょっと食べられそうな気がしないので、これ多分食べてたらね、マジ余裕で1往復できるレベルの時間がかかってしまう。はい、なんでもう一回パー握りしめていきます。絶対2杯食ったような顔でいくわ。オッケー、なんか牛丼のことがつけちゃうから。いってきます。いってらっしゃい。きつい。ショコラ負け。いや、まだ隠してよ、言って隠してる、隠してる。じゃあお前そのまま家で行ってもいいんだよ。それお前に行くよと。俺行ってくるよ。えぐ。俺じゃあ行ってくるわ。はい、勝っとくかも、お前。マジ勝て。負けろ、お前は。ゴーキ負けた、めちゃ嬉しい。ガチで。お前に負けよ、いいおかずに食えるわ。いや、牛丼マジ気持ち悪いよ、俺。吐きそう。マジで勝ってくれ。負けろ、ふざけて。負けろ。時間あるから、TikTok でも撮っとこうと思います。こんな感じでいつも時間があるときに TikTok 撮っております。終わったぜ、ゆう。風も強いし、体育座とか TikTok とか撮ってたよ、一人。あは。いや、怪しいのがちょっとこいつ食ってねえ説もあんだよ。だから俺それ演じてきてるから。そういうのもあるよね。はい、OK。 はい、最初はグー、じゃんけんぽい。よしよしよし。
て、これ一口食ったんよ、うん、これ完食するのめっちゃ時間かかっちゃうだと思った、うんうん、だったら走っちゃおうって。あ、なるほどね。うわ、俺完全に帰ってきたと思って、うわー、やられたわなるほど、まあでももう俺らはもう勝ちだから、はい、まあ、飲み物ぐらいおごってやるよ。ありがとう。ちょっと休憩してきました。はい、素晴らしい。あとこんだけになりました。これゴーとヒューが多分もう 2,30 分経ってるような気がするんですけど、これ勝ってるからあっちに長居してるのか、それとも単純にもう疲れて歩いてるからこのぐらい遅いのか分かんないんですけど、これはちょっとチャンスだと思って最後頑張りたいと思います。はい、ヒューくん、噂をすればもう来ましたよ、この男が。やったぜ。うわ、早くね、俺に追いつくの。はい、ということでゴーキ君お疲れ様です。はい、お前のこの速さは多分見てるままないよ。めちゃめちゃ食った。爆速で食った。まあいいよ、お前はバカだな。行きましょう。じゃあ俺の予想だけど、あれ忘れちゃった。あれ俺もマジでしょ。あれ、いやいや、ここに来て俺ちょっと揺らいでる。あれ、いきますよ、せーの、最初グーじゃんけんぽい。何、今ちょっと見してもう一回。え、あっしゃれ、あっしゃれ。一緒に戻る。お前も行くの。勝ったー。あんた勝てるんこいつは。普通に俺、あの2個食った遅そうだと思って、もう食ってくるもんだと思ったら、裏をかかる。こいつ、え、お前さ、予想言っていい？お前、多分最初、グーで負けた。グーで負けたよ。でよ、でしょ？で、俺パーで勝ったじゃん。で、グーの時に、次に俺がアイコで勝ちに来るっていうのはパーだから、2点持ってたし、チョキ持ってると思ったこいつ。そうそう、グーとチョキ持ってると思ったから、俺もう先に宣言してたよ。多分ゴーキグーチョキだから、俺もうゴーキにはグーしか出しません。まあ確かに、ゴーキ読んでこいよ。無理か。パー出すにはだって飯食わんで。あ、そっか。俺もう無理よこれ。あれ、わーわー、もうだって勝てねえんだんこれ。何よ、ガチだりゃマジで負け負けましたマジマジでえ、ヒューは勝ったってことは、あいつ勝ち上がった。マジか、いいな。あれ、あいつ一番楽してるやん。マジ、あいつ一番楽って、お前何してんの。ここまで行って15分ぐらいもう心がね、入んないよね。ガチ気持ち悪いよ。ガチ気持ち悪くて、ゴーキが来る前にうん、ってなって、うん、急いで来るよ危なと思って。で、ヨシ君がいなかったら俺一人で休んでると思ったけど、ヨシ、うん、君まだいるから俺行くわ先俺遅そうだし、ちょっとグッとチョキだけ入れ替えていきます、色。あいつなんか色で記憶してるかもしれないからさ、別にズルしてるわけじゃないから。うんうんうん、よし、じゃあ行ってきます。よっしゃ、ずっと立ってくるぜ。くそー、よし、でも頑張りたまえ、せいぜい。もう言うてあとこれだけなんで、負けまった。はい、ということで3周目走っているわけですが、もうあっちに向かいたくありません。あっちについてね、また負けるのを考えると怖くて足が前に進みません。でもね、よし君が思ったより牛丼食うのに苦戦してたんで、ちょっとあいつのためにも俺が蹴りつけてやろうかなと思っておりますよ。じゃあラストスパート頑張っていきます。はい、ということで食べ終わったので、こちら先ほどのチョキとプラスしてもう一点なんか書きたいと思います。はい、僕の新しい手はパーになりました。この2つを持ってライクに挑みたいと思います。頑張るぜ。家帰ったら牛丼食べちゃうわ。おいしそう。食え食え、いっぱい食ってくれ。一番いいよね。待って、来た、青いやつが来た。ゴーキさん、はい、ボード2枚しか持ってないです。え、書き換え1個捨てた。ちっちゃいボード持ってます。じゃあ俺もパネルじゃなくていい。こんなんやるんだ。あー、もうグーかチョキだけで。俺グーかチョキしかもう手札ねえ。オッケーです。ライオン見抜け。よ、せーの、最初グーじゃんけんぽい。あー、行こうでしょう。あー、行こうでしょう。お前ミスってあれだよ、チョキ出した瞬間に負けるから。そうだよ、お前がタイミングミスっただけでも普通にグーに負けるから。ライオンがどこまで長いんだよ。俺不利やん絶対にさ。そりゃそうで、2点なんです、バレてる。あー、行こうでしょう。あー、行こうでしょう。俺審判やってたんだけど今ギリ反応したよね。ゴーキチョキに見えたね。はい、こうでしょう。
チョキ出して俺。あ、チョキだった。じゃあ開いてみ。はい、開いてみ。もう一回行くじゃん、もう一回、うん、今のじゃあもう一回行くじゃん。せーの、最初グー、じゃんけんぽい。アイクンショッ、アイクンショッ、アイクンショッ、アイクンショッ。もう無理だって。無理よ、もうもう無理。このゲームで勝てなかったから、もう一回往復2キロぐらいしてきて、またこのやり取り。無理で、こんな勝ってるわけねえよ。このちょうどいいか、大体4回目ぐらいだって。という感じで、ゴーキじゃあ最後で頑張ってください。OK です。ヨシ君次来て、お前ヨシ君負けたら全然あるの、最後の。負けんなよ、勝てんすか。終わらせ、教えないよ。ゴーキ君いってらっしゃい。パーが大事なんで、この基本のゲーム。はい、ということで最後の信号を渡って、マジ頼んだよ、負け。当たり前だ、ポッゴーキは負けか。よし、これは勝てるぞ。あっ、すげえ。あ、よしき君おいで。じゃあ行きましょう。はい、よしき君は多分このスピード3つって言いたいところが多分2つしか食ってないですね、彼は。ちなみにゴーキ君3往復して3回で負けてます。あいつ会いました。どう、メンタルどんな感じだった？いや、もう無理だみたいな。ああ、これヨシ君が勝ったらゴーキもまあ救えるわけです。そうだね、行きましょう。ヨシ君、いや、いや、せーの、最初はグー、ジャンケンパン。うわー、まあそうだよね。まあ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 、もう一個が分かんないな。行くぜ。様子見したくなるけど、行きますよ。いや、いや、せーの、最初はグー、ジャンケンパン。うわー、やばった。ということで、ファーでヨシ君勝利者、ヨシ君2位です。よっしゃー、ガチ嬉しい。ガチ嬉しいよね、うん、これはすごい。危ねえ、ロワイス、ヨシ君。ということで、今回の結果はヒヨ1、ヨシ君2位という形になりました。いやー、すごいよ、2人とも。よかったー。まあ、ということで、ゴー君今多分帰ってると思うんで、まあ、早速、まずはおめでとうございます。ありがとうございました。行きましょう。じゃあ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。はーい、お疲れ様です。お疲れ様です、ということで、トライアスロン今回の結果はゴーキ君ビリです。一番頑張ってたけどね、うん、一番明日に。あ、うるさいね。ゴーキが1回見せた時に、お前カメとウサギのカメだよなみたいな、こいつら楽して1杯で行ったとこ2杯頑張って食って一発で勝てばあれだよなとか言ってたのに、全然普通に足が遅いカメでした。カメ足遅いです。バカバカなカメ。ずっと負け続け。はい、でどうでした？3人やってみた感想というか。一瞬で。それはまあ第一前提としても1位で終わった俺でも一瞬で。あ、マジ。え、次俺やろうと思ってるのがクロールとかそういう水泳も含めた。ああ、やっといい。ちょっとありだね。じゃあ得意なだけきついとかんねえから。クロール牛丼、バタフライ牛丼。バタフライバタフライもう空いた隙に食うわ。だって2回目負けたあたりが俺だって精神崩壊しちゃった。それはそうだね。でも頑張って3億目来たのよ。そうだよ。はい、という感じでまずはお疲れ様でした。次は青龍氏翔太という感じで、なおと翔太一級じゃん。で最後は俺一人でも一人じゃない、一人じゃない。いや、ただ一人でみんなやらしちゃったら申し訳ないです。まあ、という感じでこれからも面白い動画撮っていきましょう。はいはい、ぜひこの動画面白い方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画へ、バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。寝起きトライアスロン、マジできつかったです。次やるときは絶対にライ君とリュウシとナオだけにやらせたいと思います。それでは次の動画で、バイバーイ。